ネパールの山間地で栽培されるオカボオカボは畑で栽培される稲、ノトウとも呼ばれている。水稲に比べて水分条件により厳しい畑状態に適した稲と位置づけられているが植物学的な際はなく、また歴史的にも古くからオカボとして栽培されたものから水稲から品種改良されたものまで存在している。水稲に比べて総計が大きく、 養親は長大で根系が発達しており、粒も大きめである。また、収穫率、食味は落ちるものの、水田を作らずに畑に作付けできることから育成が容易であることが特徴。地水の問題で水田が作れない国や地方において栽培されている。日本でも作られていたが、治水が進み、水稲の品種が改良されるにつれて、おかぼ栽培面積は減少している。 水稲の場合、自家巻きと移植の両方の栽培方法があるが、おかぼでは種もみを畑に自家巻きするのみであり、移植栽培はない。おかぼでは、水稲の移植栽培のように、苗の育成や、田植えなどの手間のかかる作業を省けるという利点がある。また、品種によっては、島剥がれ病やイモチ病に強いなどの利点もある。さらに、特定種類の他作物と同時に作付けした場合、 害虫の侵入を防ぐという利点も確認されている。逆に弱点としては連作障害が発生しやすいほか雑草が生えやすいので除草が大変なことが挙げられる。オカボは品種改良の際の有用な遺伝資源としても注目されている。1920年頃から人工交配による品種改良が進められ、1926年からは 育種の全国組織の活動により有料品種の千抜や品種の固定が行われた。水筒と同様にうるち米と餅の2種類があるが、餅の方が多い。品種としては、練り壁、日本では日野市の平山、茨城県の清旗餅、豊旗餅、夢の旗餅などが知られる。考古学的には、日本では縄文時代からおかぼが栽培されていた形跡があり、 水田稲作より期限が古い可能性がある。確認される最古の記録は、安定3年に作成された、日名たくし会員伝爆目録に登場する、野稲畑三段であり、当時は、野党と呼ばれていたことが知られる。中世から近世にかけて、南九州や北、関東などで広く栽培されていた。日本最古の農所と言われる、清涼期には、畑と。 元禄10年に刊行された農書、農業全書には畑島、野島、秀利島の故障で登場する。かつて陸島米はあられ、せんべいの原料に用いられたが、現在では大半が水島米を用いている。自衛隊の食事などにも用いられていたことが知られている。生物学研究所の畑でも栽培されており、上皇秋人も作付けを行っていた。 ありがとうございます。